皆さんこんにちは、しえすけです。今日の動画はネモさんと一緒にお届けしたいと思います。ネモさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、この私の TRD フルエアロ仕様になった新型 RX を、初めてネモさんにもお見せしているんですけれども、納期遅延で遅れていたのでここだけコーティングがかかってなかったんですよね。なので今日はネモさんが岩田に出張されていて、岩田支店で施工しているというのを聞きつけていたので、お客さんとして追加施工でお邪魔しております。それに加えてですね、私もう本当に私史上最高に頑張って今洗車をして維持し続けているので、あの洗車柱のネモさんから見て、線傷とかで入らないように私本当に気をつけてやってるんで、どうかなと思ってちょっとファーストインプレッションいただこうかなと思ってるんですけど、どうですかネモさん。いや素直に綺麗に乗ってるなっていう。よっしゃ嬉しい。ちょっとですね、前回洗車してから今4日ぐらい経過していて、その後ディーラーにね入庫してたり、今日も雨降ってたので、さすがにねこういう雨じみみたいのは出てますけれども、本当に気をつけて洗車してるんです。いや、あの水しみもねもちろんないですし、青空駐車で普段保管されてる車両っていうことですけど、めちゃめちゃ綺麗だなっていう。やった。まあでもそもそもコーティングがいいですからね。そうですよ。こちらはねラスターネモさん施工によるネモキーパー EX ですからでも本当に頑張って洗車してるんです。しかし今あれですね、これちょっと坂道見たくなってるところに止めてるっていうのもあって、なんかすごいすごい低いですよね。低く見えますよね。本当、あこんな低いんだって。まあね、ちょっとあそこタイヤもねちょっとグニャってなってますから、あの下にねこう負荷がかかってるのは間違いないんですけど、でもなんかめちゃくちゃ低い車みたく見えますね。これやっぱりあの坂道とかね、結構傾斜がきついコンビニなんかはやっぱりちょっと気をつけて入んなきゃダメですか。一応気をつけて走って入るようにはしてるんですけど、まあでもほら気をつけなきゃダメだったかどうかってするまで分かんないじゃないですか。そうそうですよね。だからビクビクしながら生活を送ってるのは事実ありますね。私ももうセダン離れて長いんで、この車高を今更乗れるかなっていう不安になるぐらい低いなって。今これだとねもう拳1個分ぐらいですもんね。本当だ。でも昨日すごい坂になってる、こうボーンとなってる入り口をキャンプ場の入り口で越えても当たんなかったんで、まあゆっくり行けば大丈夫なのかなっていう。セダンとか乗ってる人だったら全然今まで通りだと思うんですけど、NX とか RX って何も気にしなくていいじゃないですか、純正って。そうですね。それではないですね。やっぱ気をつけておいて斜めで入るようにしたりとかしといた方が悲しい結果を生まなくていい、安心できるって感じですかね。そうですね。ということで今日はですね、このネモさんにも今の状態がいいとお墨付きをいただいた私の RX500H のエアロ部分とミラーとウィング、ここに追加施工をしていっていただきたいと思います。でせっかくなので今日はですね、ネモさんが当然コーティングをする前というのは洗車を行うわけなんですね。で洗車柱から教えてもらった洗車方法で私は今回洗車をしてきております。全部真似したら途中で挫折したっていうのもあるので、私なりに端折ってる部分もありますけど、改めて今のネモさんがどんな感じで洗車をしているのかを勝手にウォッチしながらお見せしつつ、追加施工の仕上がりをお届けできたらなと思ってますので、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、やっぱりまず初めはですね、下回り洗浄からというのは変わらないですね。ネモさんが使っているあのカーウォッシュのやつも私が洗車グッズ紹介で使ったのと同じですね。なぜならばネモさんに教えてもらって私も真似しているからということになります。ネモさんの場合は全部一気にかけないんですね、水をホイールだけ単体でかけて磨いていってる。やっぱりこれは夏も近づいてきているので、水が一気に乾燥してしまったりすることを防ぐということなんでしょう。どうですか、ホイールもちゃんと洗ってるんですよ毎回。いや、あのごめんなさい、当たり前だろって思っちゃいます。いや違うですよネモさん、我々洗車があんま好きじゃない人はホイールはサボれるならサボるんですよ。いやだっておしゃれは足元からって言いますよ。いやでもだって考えてください、洗車機ってホイール洗えないじゃないですか。洗えるタイプもね中にありますけど、あれってブラッシングはしてなくてジェットだけじゃないですか。だからホイールなんて拭かないし洗わないんですよ。私の 20KRX なんてホイール洗ったのも本当指で数えれるレベルですから。本当にですか。本当です。でも今皆さん使ってる洗車機ってガソリンスタンドさんとかのとセルフ洗車機ってことですよね。それが多いと思いますよね普通の方は。今結構きれいめのというか、一般的なセルフのスタンドって洗車機の前に予備洗いってバケツとかスポンジとかお好きにどうぞ的な感じで置いてませんか。あったとって使わないですね使わない、はい、洗車機ぶち込み隊がそんなの使うんだったら手洗い洗車に目覚めると思う。だからどうしても環境的に手洗いが自分でできなくて、でも大事にしたいっていう、もう愛あふれる人たちは使うんでしょうけど、
本当にとりあえずぶち込んどきゃいいでしょっていう我々みたいな人はそんなのは使わないです。え、5台10台並んでて時間あってもスマホいじってます。そうなんだ。そうですよ。バッチバチに弾いてる。おかしい。私ちゃんと洗って4日前にも洗ったのに中から汚い泡が出てきてる。これはさすがに奥ですよね。奥は洗ってない。洗ってないです。スプレーかけて、うん、この表面見えるところをこうバーって綺麗に洗ってるぐらい。まあでもそこまで洗ってればね、奥は基本洗わなくてもいいのかなとは思うんですけど。いや、こんだけ汚れたのが出てくるのを見ちゃうと、あのネモさんが奥にシャコシャコやってるそのブラシだからかき出せてるってことですよね。はい、入るから。あー、そこは洗わないな。最近ですね、マットホイールとオレンジブレーキキャリパーの組み合わせを見たんですよ、うん、それでちょっとやっぱ黒のホイールでも良かったかなってやっぱ思うところはあって、でもやっぱり NX の F スポと同じデザインだったのがやっぱりちょっと許せなかった。自分の中ではもう飽きちゃうからっていうのもあったし、まあ掃除もしやすいんでね、気に入ってはいるんですけどね、うん、いやでも私も全く同じ意見で、最近ちょうどねグラブラのマットホイールでオレンジキャリパーのお車施工したんですけど、はい、いややっぱマットいいなってでもさ、あの巷ではネモさんがマットあかんぞって言ったから、それでちょっと懸念した人も多いんじゃないかっていう噂もあったりしますけどそれお客様に何人も言われました、はい、私もその一人ですから。まあでもね、オンサホイールなんて言ってましたけど、やっぱ目が慣れてくるとかっこいいし。いや、これは目が慣れなくても初めからかっこよかったですネモさんってそこで意見が合わないんだったえ、これなんでかっこいい、かっこよくないんですか。いや、かっこよくないとは言わないですけど、うん、なんかやっぱもっとねこう流線形の形の方が私は好きなんですよね、多分そもそもがデザインとしてね。そうそうそう、だから見た目の好みっていうとこですけど、結果ね、あの妻も洗車しやすくて助かるって言ってますし、うん、このダークメタリック塗装ですか、レクサスの F スポといえばこの色っていうのもあるし、あ、全然結果としては良かったかなとは思ってますけど、うんうんうん、いやにしてもホイールの洗浄の手際が違いすぎるはい、そして今回はですね、追加施工していただくので、このドアのパネルの上までは前回ネモさんに施工していただいていて、まあ、その下が施工を全くしてない状態です。ちょっとね、昨日とかも雨の中走り回ったんで、泥が跳ねてたらもしかしたらミネラルがついて弾かないかもしれないですけど、ちょっとやってもらいましょう。お願いします。弾きます。あ、全然違うわ。わかりますよね、こっちは弾けてすぐ言いますけど、こっちはねちょっと広がって浸水ですよね、うん、だこれだけコーティングするしないで納車された直後でも変わるので、シャンプーをかけた後の水弾きもそうだし、クロスで拭き取った時の滑らかさも全然違う。だから僕みたいな洗車すごい嫌いだった人間ホイールも洗わなかった人間が1週間に1回以上洗えてるっていうのは本当にね、 EX キーパーだからっていうのはもう正直に思ってます、はい、なるほど。ネモさんの場合は一番上のルーフから洗ってくんですね。え、ルーフから洗うのがセオリーってずっと私動画でやってるんだけどいや、なんか私ルーフじゃないかも。え、どっから洗うんですか。私ね、ここから洗っちゃいます。だって上から洗ったら上の汚れ下に流れませんか。流れるけど最初にここ洗うんです。でもちょっとここだけ洗って、すぐにこの A ピラーから行って上に行って上洗って降りてくる感じかないや非効率じゃんってね真上からやるのが正義と。そして洗ったらすぐに水をかけてあげることで乾いてしまって後になることを、まあ、少し防いでいるっていう流れですね。時期とあの気温とか日が当たってるとか、ね、陰ってるとかそういったのでも変えますけど、これはかけといた方が間違いはないですよね。ちなみに今の純水ですか。純水です。わ、贅沢。事前洗いに純水使うのはね贅沢だってネモさんに怒られたから、私すすぎだけに変えたんですけど、やっぱりラスターはお仕事なのでこちらにね純水器が あるある。やっぱり DK ワークスさんの純水器ですね。しかも2連この純水器を何個もつなぐっていうのはやっぱりネモさんがやり始めた記憶あるんですけど、待って、ネモさんこれ4連なの。今は4連ですねそうでしょ。これ私が最初にデビューした時のコストコのやつだ。セミナさん結構作りがね貧弱なんですよ。私容量もちっちゃいんです。今見るとほんとちっちゃいな。いやでもね、うん、このコストコの純水器が初めにあったんで
これだけ普及したんじゃないかなって私は思ってて、まあそうですね、昔こっちのサイズ10万ぐらいしましたよね。そう、高くて買えなかったんですよ、ね、私も。それが今これね、別の動画でも言ったと思いますけど、10万円を下回るどころか2万数千円で買えるやつですね。これ今もうフルキットで私としてついてるから、カバーがついてるタイプなんで、多分2万2000円のプラスで多分2万3500円ぐらいになってるやつのセットですね。でここに純粋のこの TDS メーターをつけるためには、ネモさんの頃はあのドリルとかで穴開けしなきゃいけなかったらしいんですけど、今の DK バックさんのやつはもうほんとポン付けでいけたんで、私もこれとほぼ同じような状況になってます。これが4連ラスタのお客様は安心ですね。まあ、そしてそんなこと言ってる間にどんどん洗いが進んでます。私とスピードが違いすぎる。いや、それでも今日は割とゆっくりめに洗ってる感じですけどね。そうですね、撮影用にだいぶスピード落としていただいてるんですが、それでも早すぎ。スポンジも2個使ってるわ。この動き、この動き、これ真似しようとしたらぎっくり腰やりそうになりました、私。無理無理。そんなことないでしょ。いや、そんなにね、滑らかにいかないんですよ。ネモさん手長いのかな。長くないですよ。典型的な日本人体型ですよ。無理無理。短足ですし。私もだ、ね、あっという間に洗いが済んじゃいそうな雰囲気があります。あ、やっぱりこっち側も終わってる。早。私ここ洗うまでに結構時間かかりますね。なんなら私は1パネルずつちゃんと水をかけないと乾いてきちゃうのでいかないんですけど、やっぱりプロは洗車もすごいな。っていうか、まあネモさんって洗車柱って言われてますけどね、コーティングの人だけど、そもそも狂ったように洗車する人だったんで、私最初の頃ネモさんのインスタでつながった時、信じられないペースで洗車ログのタグ付けつけてやってて、こんな人がいるんだって思ったところから、まあ洗車柱と呼ばれるゆえになったっていうところなんですよね。いやー、早すぎるでしょ、洗うの。はい、ということで今は音声がちゃんと取れてなかったっていうところから始まってると思うんですが、そうこうしているうちにですね、これ私覚えてますよ、バクツヤですね。その通りです。最初にコーティングをする前の、汚れ取りみたいな感じって言ってましたよね。そうですね、下地処理ですね。下地処理のバクツヤを今回コーティングしていただく箇所にだけしていただいているような感じです。これバケツゴードンミラーなんですね。そうなんです。ディティールガーズはやっぱあれですか、やっぱ品薄。そう、あの今欠品してて、茨城はありますけど、あの岩田はまだこの前使ってたこのゴードンミラーのタイプを使ってます。まあこのグリッドガードに関してはね、本当分かってる人が使う分にはいいかもしれないですけど、私みたいな洗車部署からするとちゃんとゴシゴシするなんてこと知らないし、やっぱりディティールガーズみたいにゴシゴシってできるタイプの方がいいと思うんで、私のチャンネルを見てもらって、私と同じようなタイプの人は、あのこういうね、普通のグリッドガードのタイプよりはディティールガーズさんの方がいいと思いますが、納期だけが難点。うん、私もあの愛用して使ってるんですけど、こっちには なくて使えないっていう、そういうことなんですね。はい、ちょっと番外編です。今ですね、撮影をしてたらいきなりですね、なんか物々しい数のこのマカンと NX と RX が入ってきまして、ネモさんがアップしたこのツイッター、今ピョコって出てると思いますけど、そのツイッターの画像から僕らがいることを特定して、三河のちくわさん、ボンテンマルさん、クジラ子さんがいらっしゃいました。こんにちは。こんにちは。これちょっと私の RX500H 見るの多分皆さん TRD ついた状態はクジラ子さん以外は初めてですよね。ちくわさんどうですか。いやあれですね、CSK さんの車って知らなかったら怖くて逃げ出すところなんですけども、いやめっちゃかっこいい。なんかナンバーがないのもまた映える、なんでしょうね。ね、これネモさん仕様の、ね、ナンバーレスがすごい合ってるっていう感じがしますよね。なんか本当コンセプトカー的な、ね、展示されてるようなかっこよさを感じますよね。ネモさんのツイートでバレちゃったみたいです、我々がいるのが。あの私ちょっと確信犯で匂わせたんです。あ、そうなんだ。でもここじゃ気づかないかなと思ったんですよ。いや、気づいたらしいですね。初めバックでナンバーまで買ってるって言ったから、あのスタンプで隠して撮ろうと思ったら、これちょっとあからさますぎるなと思って TRT だけさらっと映したら、逆にあれだ、 TRT ついてるけどマフラーがまだっていうところで、逆にそれで確定できるってバレちゃった。ホイールも若干映ってるから、このホイールと黒とこの組み合わせはだろうな。まあそんなことをね、遊んでるうちにネモさんの施工はどんどん進んでいってました。あれが今ねやってるのが水辺らしですね。私の動画でも出てきたやつです。まあ、ぜひ洗車を早くやりたい方もラスさんに来て洗車をしてもらって見るのも一つかもしれないですね。はい、ということでだいぶ時間が経過しましたが、ネモさん施工をいただきありがとうございました。
ありがとうございました。ピカピカの黒光 RX になりました。いやこの時間にここで見るグラブラは私も初めてなんですけど、やばいです ね, ねいや相当綺麗にしていただきました、うん、洗車もしていただいたからっていうのももちろんありますけどね。映り込み、うわすごい、カメラ越しでもやばいです ね。しかもここの TRD のここ最初浸水だとか言ったチェックしてたここ、うん、ここは割と面積広くて真っ平らなので余計水の切れが悪いのとかも気になってたんですけど、コンピカピカヌルテカ、いやしかしブラブラもいいですね。鏡だ鏡ケアがちゃんとできていいコーティングがしてあれば私はまあっていう感じですけど、でもねちゃんと自分で手洗い洗車しててこの状態をネモさんに、まあ、これなら良きと言ってもらえたのが私の中でちょっと達成感ですね、うん、だってもう3ヶ月もう2ヶ月ですね。ですよね、はい、で2ヶ月キープできてるんであれば、しかもこの花粉交差今年同業者の方も私に問い合わせあるぐらいすごかったんですよ花粉地味とか。その劣悪な環境を青空でこの状態を保ってるってことは素晴らしいと思います。イエーイじゃあ私も手抜きチックではありますけど、そういう同じ匂いがする人たちにはですね私流の洗車術を教えれるかもしれないですが、まあ結局上からね洗ってなかったのを今日怒られちゃったのでちゃんと皆さんも上から順に流して洗っていく、まあ、ホイールは一番先にやる、ぜひちょっと実践してみていただければなと思います。今日はミラーもウィングも下のエアロも追加施工していただきまして、どうしてもね今エアロの遅延問題がありますね。やっぱそういう方多いですよね。そうですね、私のところに施工来ていただける方も NX も RX もはたまたプリウスなんかトヨタ系の車もう軒並みですよね。モデリスタもそうだし TRD エアロパーツマフラーあとミラーですかね、欠品が続いているので後で再施工っていう方は非常に多いですね。まあ、ちょっと厳しい状態ではありますが、うん、まあ、でもね今日も私ここに持ってきて再施工が待ってるから洗車しないで来れてピカピカに磨き上げてもらってコーティングも完了しているので、まあ、そういう意味ではいい点検みたいな感じになって私は良かったかなと思いました。私も確認ができて良かったですドキドキしてきたんですけど、いやでも本当にありがとうございました。遅い時間までとんでもありません。こちらこそありがとうございました。ちょっと私がネモさんに押し付けを行いましたので私のチャンネルを見ていただいたというのをラスターで施工した時言っていただければ私のステッカーを渡してもらうという話をさっきネモさんにしてみましたので、じゃあぜひそれを催促してもらえれば私が預かってってことかな。はい、で差し上げると、ぜひぜひよろしくお願いします。言わないと出てこない。そうですね、私も忘れちゃうのでいらないぞって思ってる方の方が大変かもしれませんけどぜひまた言っていただければと思います。よろしくお願いします。では本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考となった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ネモさんのチャンネルも多分出てるかな、今出せてるはずなんでチャンネル登録ありがとうございます。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムのフォロー、メンバーシップ、ネクサスもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。